大谷翔平、防一、3打席連続本塁打で歴史的偉業達成。大谷翔平がまたしても歴史を作っています。3本が連続ホームラン、10打点に2盗塁差が。すごすぎる、同じ人間と思えないレベル。大谷さん打点10って異次元すぎる。野手ピッチャーだから打たねえかと思ったら容赦なくスタンドまで持っていた大谷翔平。わ、3打席連続。パワープロでしか見ない数字を現実の MLB で見ることになるとは W。 笑えてくる。3打席連続でホームランとは本当に驚異的なパフォーマンスですね。もうやめなさい大谷君、人に戻れなくなる定期。今日の試合での6打数6安打、3本塁打、10打点、そして2盗塁という記録。まさに歴史的な一日です。5-0ですげーって思ってたけど、何これ。あ、6安打、3HR、10点、やばい。何これ、いいんや、何これ、すごすぎる。エンゼルスは最下位、ドジャースは C。 ファンとしてこれ以上ない喜びですし、今後の活躍もますます期待できます。大谷翔平選手、第51号ホームランおめでとうございます。これメジャーリーグですよね。大谷さんは化け物か。3本塁打10打点すごすぎる。すごすぎ、歴史的記念日。やっぱり移籍は大正解だな。ワールドシリーズもあるよ。これ、大谷さん第51号ホームラン、すごすぎて言葉が出ない。5-1、5-1おめでとうございます。5-5まではありそうですね。本当に漫画声だな。今こんな気持ち、やばすぎるだろ。大谷は現実世界でビデオゲームの記録を破る。今日の OPS もすごいことに、1試合10打点。大谷翔平選手3打席連続ホームラン。漫画の世界ですね。おめでとうございます。大谷さん素晴らしい。おめでとうございます。フィールドオブドリームズみたいな映画化してほしいくらい。確変モード突入。5-5は望みすぎか。いや、望んじゃうでしょ W。 明日が心配だ。打ちすぎた次の試合は点が取れない傾向あるから。ピッチャーが野手だからって他の人はホームラン打てないんだから、やっぱり大谷さんはすごすぎる。大谷翔平だっけ、磨けば光りそう。怖いんだけど、なんか完封&日本以来に引いた爆笑。もう55目指すしかない。すごいしか言いようが、漫画や。彼らは皆今シーズンの良いキャラクターです。パワプロでもこんな記録なかなか出せない。もう逆に引くわ。朝すぐに野球を見たました。感動、感激しました。5-0、50までもか。通過点、あと5試合いないくらいかな。いつ見に行こうかな、の特大記録を1試合内で達成すな。5-0が偉業だったのに、すぐさま突破しちゃう大谷翔平選手、やばすぎます。打った瞬間の放送席のオーマイガーの反応、好きです。いつの間に、すごい。まだ若いのに現時点で世界の野球史に残る数々の活躍。日本の誇りです。ショータイム、信じられない。今日で 5-0 達成どころか 5-1 5-1、どこまでも行ってくれ。大谷おめでとう。これは伝説だ。大谷翔ベストゲーム。